お邪魔してんの？邪魔だね。もう、うだれでキーボードでぐずぐずなんですよ。小川さん、どいてくれませんか。どいてくれませんか。11月7日なんですが、昨日から降ったりやんだりで、まだでもだいぶ溶けたかな。でも完全に雪の季節がやってきたね。コールさん、今年も楽しみつつ怪我のないように過ごせるかな。あ、すごい綺麗。待って、コールさん、数週間前まで紅葉していた木々たちが雪化粧して、ちょっと美しい感じになってますね。あ、でもまだ葉っぱはあるんだ。みんな言ってたんですけど、今年は紅葉を雪が追い越してしまったとか、紅葉する前に散ってしまったとか、なんか去年に比べてすごく早く冬が来た気がする。去年12月だったじゃないかな、雪降ったの、初雪が。まあ、楽しみましょう、コールさん。ガジガジしたな。ペーしてよ。あ、食べたね。いいよ、付き合うよ。どうぞ。ガジガジ。ペ。今のうちだもんね。一面雪になって、もっと深くなったら、日がもなかなかないからね。いいよいいよ、楽しんだらいいよ。もういいの？はい、行きましょうぞ。結晶すら美しい雪だね。コール、サンキュー、フリー。ありがとう。この結晶の形がたまらなく好き。はい、コールさん、サンキュー、ありがとう、いいよ。ありがとう。準備ですね。準備ですね。これは大豆、うん、枝豆いっぱい食べた後、楽しんだね、枝豆ね。うん、美味しかった。うん、それが取ったやつで大豆。かわいい。おお、かわいいですね。美しいよね。なんか豆ってかわいいよね。ね。うん、すごい。誰が買った？誰？やばい、乾物のお腹がないやつ。父ちゃん、やばいよね。常にお腹空いてるんじゃん。ちょっと、何匹だわ。後ろでも食べる。食べさせてもらえない。
なにコールさん、これコールさんのティピから取れた豆だからね。あ、OK、 コールさん、お散歩行こう。コールが育てた豆だから嬉しく気にしない。うん、あ、じゃあお正月に聞いてたんだよ。はい、わ、かわいいね。ね、かわいい。夕日とコールよいしょ、美しいね。お腹空いたな。またか。夕日を見るとお腹が空くよね。子供の日が暮れるから帰ろうみたいな感じ。ハモスが美味しそうな。食べちゃダメやね。やめてびっちょりだよ。うん、我慢できるようになったね。ここおいだ。かわいいね。もっとゆっくり年を重ねていってくれたらいいのにな。もう5歳半か。こっからはちゃんとより一層細やかにコールの変化気づけるようにしていきたいと思う母ちゃんでした。その日の体調とか目の力の入り具合とかだるそうだったりなんか痛そうだったりそういうのちゃんと見過ごさないで一つ一つ分かるようにしていくからね。コールさん、コールさんの健康管理は最大限に頑張るからね。元気で長生きしようね、コールさん。白鳥の声だ。あ、まあ上飛んでる。見えるかな。あ、大きい。すごい低空。すごいすごい。え、 L 字型半身ひねりですわ。今日はいい一日だったな。はい、こいさん、うん、降ってるね。あられっぽいね。転がっていく感じだ。あられだね。よしかー、よし、いか。
さん、ここどこだ。春光台公園。公園。すごいね。三目が。じゃあ、あとは母ちゃんに任せよう。ダメー、行っちゃダメーって。顔ベッタベタ、マスクいろいろ凌辱されたもういい、もういい、ありがとうね、逆にありがとう。